旭川美術館では3月15日まで旭川ゆかりの画家たちを紹介する色彩の美を開催中です。高橋北舟は1898年生まれ旭川出身、東北美術界の草分け的存在です。1918年に関兵衛らとヌタック・カムシュッペ画会を結成、旭川で最初の美術団体だったこの会の名称はアイヌ語の大雪山から由来しています。その後上京して日本画や洋画を学び、関東大震災を機に旭川に戻り、79歳で亡くなるまで旭川画壇の中心として活躍しました。北海道の風景や身近な人物を描いた作品が多く、本作は作者の5歳年下の妹琴路を描いています。大正時代の旭川では非常に古い作品の一点です。浦山陽一は1926年函館生まれ、1937年より旭川在住、戦後間もなくの1946年北海道アンデパンダン結成に参加します。浦山は第二次世界大戦後、抽象的な表現を探求し始め、旭川の前衛絵画の旗手として34歳で夭折するまで活躍しました。本作は結核のため油彩の油大きな作品を制作することが難しくなり、グワッシュに取り組んでいた31歳の頃の作品。迫力のある画面から体の衰弱にもかかわらず画量の中で非常に充実した時期の作品であることがわかります。南畑辰興は1905年旭川生まれ、屯田兵だった父が退役して幼少期に一家で上京、坂村光太郎を通じて美術文学に親しみます。早稲田大学を中退し自由美術協会に参加、その作品は戦後のアンフォルメルの影響を強く受けながら精神なし的イメージの漂うもので、抽象絵画の分野で独自の表現を切り開きました。当館では1982年、2002年に南畑辰興展を開催しています。佐藤進は1914年標津生まれ、旭川の師範学校を卒業後札幌で教員を務めていた時、水彩画に関心を持ち水彩画を描くようになります。後旭川に住むようになり、開校舎と呼ばれていたこの白い建物を描き続けるようになります。この建物は佐藤進の自宅の近くにあった建物で、佐藤進は時間をかけ何ヶ月もかけてこの作品を、この建物を描いています。